誰誰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 渋谷に来ておりまーす、はい、私たちがいつも行くところもですね、紹介したいと思いますので、はい、レッツゴー。210円のところ130円になってるから、かっちゃんも本当だ、めっちゃ本当はこれを飲みたかったのよ本当はこれを飲みたかったのよ今日元気ないから私森川さん、喉が痛いらしいんで逆に声を張るらしいですね。はい、必要以上に声を張らないと聞こえないと思うのでユンケ商品名出していいのか、一郎に怒られんじゃねえの大丈夫やっぱいちごミルクの方が良かったって。わあ、ありがとう。しかもゴミ箱ないんすね。ないね。やば。これが渋谷です。いや、ゴミ箱を設置すると瞬く間にゴミだらけになってしまうのは渋谷だからじゃないですかね。確かに。ゴミ箱を設置しなくて正解だと思う。ちゃんと持ち帰りましょう。はい、やった、ありがとう。その裏にあの昆虫自販機あるんですけど、どうします？大丈夫、いやー、もう無理だよね、そうしただけでもいいんだよねさあ、我々ですね、こっち側、あっちの方から、ここまで来て、ここのラーメン屋さんを見ると必ず入ってしまう、それがこちら初めて食べたよね。でここからこうね、駅の方に行ってライブハウスまで行くっていうね、うん、そうですね、ここセンター街の端っこみたいな感じですからね。そうそうそう、はい、じゃあ行きましょう。お腹すいた、こちら尾道ラーメンでございます。これを、マイクの前にいつも食べるのでございます。美味しそうですね。めっちゃ美味しそうな匂いがしてる。後ろすごいですね。あ、ね。すごい。ありがとうございます。市原隼人さん、キムニー、指原リモ、藤井フミヤさん、千原ジュニアさんとか、松岡ひとしさん、カンジャニさん、オレンジレンジ、ロッチ、ペナルティ、吉本のあれがあるんですね、この辺りの方が。そうそうそう、だからあるんですね。ありがとうございます。お待たせ。あ、すごい、なるほど楽しみです。じゃあ、食べましょう。いただきます。いただきます。めっちゃ吸えばら美味しいです。私はちなみにレンゲの上でミニラーメンを作って食べるって分かるかな。ちょっとやってみてください。スープ入って、ネギも入りますね。いや、めっちゃ美味しかった。美味しかったですね。こんなに軽くてうまい背脂も吸ってないと思って、ね、うん、コンティじゃないんですよ。でも、すっげえ美味しい。すごいさっぱりしてるよね。飲んじゃった。ほんとだ。飲んで。これ入れると美味しいね。喉が痛い時にはね、あんまりおすすめしない。オリジナルの味というか、他であんまり食べたことない味ですね。そうです。だからハマる、ハマる。大丈夫でしょ。からこんだけサインが書いてあるのが。
わかる、本当に。めっちゃ美味しかったです。夜はもんじゃが焼けるんだってさ。あ、そうっすよね。もんじゃのあれが。すごいですね。夜来ても昼来てもいい店っていうことで。じゃあ、渋谷の街をさらに散策してみましょう。行きますか。ごちそうさまでした。いつも渋谷でリハに入るって言ったらハンスのすぐ近く、ウエサイゼリア、ここアベマタワーのこの場所ですね。あ、ここアベマタワーの砂だからね。アベマタワーのすぐ横っすね、多分ね。近くのサウンドスタジオのノアに、いつもリハーサルするんです。でもライブ直前のリハで、あ、そうそう、ライブ直前のリハとか、ライブハウスで最終のリハってあるんですけど、はい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 、そのライブハウスで最終の当日リハで、はい、心配なことがあるときに入るやつです。最後の最後、そう、最後の最後の爪なんだ。ちょっともう一回ここをさらにしときたくないですかみたいなのがあるときに入るスタジオですね。駆け込み寺感すごいですね。確かに当日の現地でのリハ、前のリハも現地側にあります。終わって中野にもありますよね。あります、あの代々木もあるし、うん、都内めっちゃたくさんあるんですよね。あ、そうなんですね。ちょっと今年綺麗ですね。はい、そんなエモスポットということで、そんな感じでした。はい、ね、ここの看板から地下に行きたいです。そしてすぐ向こうを向くと、はい、ガッツリヒップホップの、どこの、あ、マンハッタンレコーズですか。あれか、あれがもうゲタロさんが前おっしゃってたゴリゴリのヒップホップ専用のレコード屋。じゃあもう早速次、はい、行きましょう。よいしょ。私が大好きなパン屋さんだ。この何が一番美味しいんでしたっけ。このね、バゲットが美味しいの。バゲットが超美味しいの。でね、他のね、お惣菜パンみたいな、あのほらクロワッサンとかいろいろあるじゃん、一品一品パンが、はいはいはい、あれがね、クソ高えの。店の前では言いづらい。ごめんごめん、言いにくいけどね。でもね、うん、パン来る人はみんなお金持ちなんだと思うよ。でも絶対美味しいからね。わかるよ、わかる。差し入れにくださいっていう動画ですね、この瞬間は ね、 多分ね、ですかね、はい、いや、そんないいんですよ、気使わなくても。出た、いいんですよ、そんな気使わなくても。画面心の言葉かな。出た。ただ私はここのフランスパンがお気に入りっていうだけです。ね、9月自分では買わない。9月16の単独ライブもね、うん、やっぱあるんでね、そこにこう買ってきてほしいなっていうのが汲み取れました。嬉しいね。買ってくれたら嬉しいね。まあでもあのおすすめパン屋さん、東急の前、目の前。そうですね、ここ。はい、109に到着しましたよ。こちら。ここね、はい、あのもちろんね、渋谷 の、 あの若者の聖地でございます、うん、ギャルの聖地でございますが、うん、実はね、意外とあの昔からあるんであろう、なんか靴下屋さんみたいな、なんかね、あのちょこちょこっと、なんか我々も使うアイテムが売ってたりするんですよ。はい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 。なので、そちらをご紹介します。はい。じゃあ、レッツゴー。早速見てますけど、かっこよくないですか。いや、大好き私。見て見て、超かっこいい柄もいっぱいありますよ。すごいいろんなタイツあるの。すごいっすね。すごいでしょ、かっこいいの。一番手前のこれのインパクトやばいっす。こいつがすごいな。確かに靴下とかもすごい、こんな感じです。品揃えめっちゃいい、めっちゃおしゃれ。どういう系統なんですかね。サイケデリック系っていうんですかね、こういうの。あ、ジャンルとしてはそうかもしれませんね。
トマトケチャップかき氷を知るこ日本のお土産じゃん。わさびわさびゲニュー、めっちゃ可愛い可愛いよね。お菓子のパッケージなんですね。待って、これめっちゃ知ってるよ、この生ニンニクチューブのやつじゃないですか。チューブのやつだね。知ってる。オーバーニングとか使えるんです。普通の靴下もございます。うん、衣装でよく使う。これ衣装 の, あの時に使うんだよね、こういう下に履くものとかって。うん、このシリーズがね、席で使う。あんまりこう百貨店とかでここまでのデザインのストッキングってそんな売ってないんだよね。うんうんうん、ここまでのライブの時使ってもらった、まあ、手袋ですね。はい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 、こういうところで売ってるんだ。ね、こういうラメ系のものってやっぱりほらステージでしか着れないんだけど、うんうんうん、こういうのもちゃんとあるよみたいな。まあ、金の金、こんなのジェニファー・ロペスぐらいしか着ないみたいなすごいわこれ。これはあれですね、スターウォーズでしか出てないスターウォーズ R2D2 R2D3PO かなんかが、これはやっぱマライア・キャリーしか履けないやつだけど、すごいな、ね、これもタイツですか。タイツだね。うん、ちょっとジャパニーズなんかあの可愛いみたいな、うん、ジャパニーズ可愛い派手派手スタイルみたいな、昔でいうところの篠原智恵さんみたいな感じか、わ、うん、からないか篠原とかの時代ですね。そうそうそう、我々の世代だったらわかるんですよ。篠原がこういう感じだったってわけじゃない、今でいうとキャリーパンビパンみたいな感じじゃないですか。この間私買ったやつですね、レインボー。これ履いてたんですね。これ履いたかな、結局これじゃないか。あ、これ履いてたんだっけ。履いてました、うん、すごいね、あんまりでもね、光んなかったんだよな、やっぱラメとかがないと光んないなと思ったね。さんに言われて、え、こういうのないのとか言われて探して入れてました。あ、そうなんですね。で、こまごまいっぱいこんなに増えちゃったいやでもそれ大事ですよね、だから欲しい人がいるってことですもんね。でもみんなが欲しいわけじゃないんだけど、うんうんうん、ちょっとだけそういう人がいる。でも聞かれるとないっていうのがいけないなと思ってこういうお店本当になくって、この間もあの衣装選びで来させていただいたんですけど、はいはい、こんなにかっこいいからが集まってお店ってなくて、そうなんですよ。同じようにタイツとか売ってても、いや、ここの店じゃないとダメっていう感じで、ね、探しに、まあ、今日も来ました。36年やった長い、長いですよね。生まれてました。ギリギリ生まれてました。ギリギリって言いたいだけですね。とっくに生まれてました、すいません。もう、でも海外も今割と良くない。あのこういうメーカーさんとかは、海外のちょっとした大きいところのメーカーさんが、はいはい、春夏と秋冬のコレクションで作ってるんですよ、はいはいはい、それが全然無難になっちゃって、あの中のデザインじゃなくなってくるんだ。で、取りたいものがやっぱりなくなってしまう。もう無難に走っちゃう。売れるものしか作んなくなっちゃう。そうです。あ、もったいないですね。せっかくやってるのでね。そうか、無難な方が売れるからね。でもやっぱりね、尖ってる方がかっこいいんだよ。そうですね。でも分かってくれるしかないちょっと頑張ってやる。よろしくお願いします。ありがとうございます。痩せたら水着も着ます。そんな感じの素敵なお店でございます。皆さんぜひお立ち寄りを。ポッコさんですね。そうです。渋谷ハチ公前に戻ってまいりました。はい、ここからですね、渋谷生ままでの行き方ご案内したいと思いますが、うん、スタートございますね。ケンタロウさんが歩む努力の坂道ルートと森川愛が歩むキッズセレブ楽ちんエスカレーター道とどっちを選ぶかはあなた次第というわけで、そのルート2つですね、一緒に行って、動画でご説明したいと思います。はい、よっ、ついてきてください。
麗の分かれ道、渋谷マークスキーイーストモールでございます。堀川さんルートはこっち、そして源太郎さんルートはあっち。じゃあ源太郎さんルート行ってきますか。はい、じゃあ源太郎さんルート行ってらっしゃい。ここで、はい、ここからがきっちり坂道になりますね、うん、あ、そうですね、ここからがしんどいんですよね。ここからの坂を心して、はいはい、山登りのように行ってみたいと思います。はい、山登りルートです。荷物持ってるときついんですよ。確かに、確かに。ここで最後のコーナーを曲がりましてのあちらです。あそこがアラママですね、はい、着きました。こちらがアラママです。イエーイ、ゲンタラコースでございました。はい、疲れたっすちょっとね、めっちゃ疲れた。もうライブでも騒ぎ始めるウォームアップをできるコースでした。ああ、よく言えばそうですね確かにアップができるわ。じゃあもう一つの森川さんコースに行ってみましょう。はい、はい、じゃあフッサレブ楽ちんエスカレーター、森川までの道の前の道、森川アイルートこちらでございます。さあもう日が当たらないよ。来ました、楽ちんコース。めっちゃ楽でした。でしょ、はいまあ多分途中エレベーターのところあそこでだいぶタイムロスがあったんですけど、そうですね、うん、それでも駅から近い、うん、それでも源太郎さんコースよりは全然楽です。楽かなと中から聞こえますね、リハの音が。お疲れ様でした。ラママ到着。じゃあこんな感じですね。皆さん9月16日、金曜日のですね、7時開始の森川と鈴木源太郎単独ライブにはぜひ森川愛のプチセレブ楽ちんエレベータールートを使っていただいて来るかと思いますが、ぜひ、まあ、お楽しみいただければと。こんな感じで皆さんここまで来てください。そうですね、うん、そしてライブが終わったら、はい、ね、どんなところがあるよっていうのをこの次ご紹介したいと思いますので、はい、飛んで行ってみようか、うん、せーの、はいはい、着きましたね。着きましたね山賀さんですね。そうですね。もう皆さん大体ですね、バンドのライブやった後の打ち上げっていうと、かつては24時間やってたりもしたんで、うん、そこまで飲みに来れるっていうんで必ずっていうほど山が安いんです。場所的にはね、本当あのラママの下の居酒屋たちがいっぱいある。あ、そうそう、マークしてる、さっきのほら、ウエストモール、うん、あとこの斜めみたいなね、やたら煙居酒屋さんのところですね。ちなみにこの私はこの端っこのうなぎ屋さんも好きなんですけどね。あ、焼き鳥うなぎって書いてあるんですね。ここも美味しいですよ。あ、美味しそう。
まあ、今回はこのじゃあ山賀さんに実際に入って飲み食いしましょう。食べたいんですよ。じゃあお疲れーってことで、はい、行こう。はい、というわけで、はい、山賀に入りました。はい、お疲れ様。お疲れ様です。じゃあ乾杯からしちゃいますか。はい、お疲れ様。お疲れ様でーす。おすすめメニューとかあるんですか、この山川。焼き鳥はよく食べるのと、ハムカツを食べたよね。あー、美味しそう。がっつり食べるっていうよりは、もう本当に飲み用のご飯があるイメージなんですね。つまみながら、先ほど、うん、あっちの入り口にもサインがたくさんいる。さあ、今来ましたね。美味しそう。結構大きい資料が多い。そうなんですよ。さすがに。だからたくさん食べたい人はどうぞっていう感じですし。うん。それがピリ辛レバーでしたっけ？確か。うん。おソースね。トマトと一緒に食べるのがちょうどいい。なるほど。味はこうですね。レバーはね、まあレバー。ここはもう飲みとトークがメイン。そうっす。そういうことですね。はい、なるほど。どういう話するんですか。だからあそこの B メロのさ、バンド内だったらそうですよね。ね、バンド内で。反省会するんですね、ここで。逆に別グループのバンドの人たちと飲むときとかってどういう話するんですか。お互い褒め合ったりとかなんですか。それともあここもっとこうした方がいいと思うよっていう客観的な意見なのか。私別グループの人と飲んだことないんだけど。俺はありますけど、みんなもう普通にワイワイやってるだけですよ。へえ。お客さんの女の子がいたら女の子と飲みたいみたいな感じでこうわちゃ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 もう入り混じってですよ。あ、お客さんの人も込みで込みでみたいな飲むんですね。はい、そうなんだ。時も若い時の話です。若いな。私あんまりそういう飲み会したことないです。あのいきなりメジャーに行くとそういうことなんですよ。へえ。人間関係が短すぎるって言ったの。え、じゃあバンドマンの追っかけの子とかもそのここに来れば会えるとか仲良くなれば合流できたりすることもある。失礼な言葉ですよね。うん、だから今の時代わかんないです。今の時代わかんないけどね。昔はあったんですか。昔はそういう感じだったと思う。へえ。夢がありますね、応援する側からしたら。そうかもね。っていうことで9月のライブ来てくださいね。そう、9月16日ね。次皆さんとねお会いしたいと思います。はい、じゃあまたね。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。